もう不眠症、不眠症、蚊のせいで不眠症。あんな汚い足見たことないですけど。皆さんこんにちは、モナミです。めっちゃ蚊に刺されてさ、やばいの。ちょっとまずここやん、まずここ1、ここ2、ほんでここも刺されてる、3。待って、 iPhone で照らすわ。うわ、照らしてもわかんねえわ、真っ白すぎて。ここが刺されてんだけどわかんねえな。まあいいや、はい、4。いやー、かゆい。ここだ。ここかゆい。5。もう一個しょったと思ったけど、あったった。ここも6。なんかもうかゆい。なんかさ、刺されすぎてもどこがかゆいのかわかんねえくらいかゆいんよ。で、あと足ね、足。とんでもないんだけど、この辺はね、もう刺されまくって刺されまくったけど治ってる。今晩刺されたのが、ここ。7。これもかゆい。8。かゆい。9。10。かゆい。痒い時はこの蚊に刺されの周りをこう描いて、描いたつもりになってるんですけど、この周りを描いたら描いたでね、蚊に刺されの周り普通に痒くなるからね、やめた方がいいと思う。今何かしちゃった？ 7,8,9,10 かな。で、11でしょ、12でしょ。この辺はでっかいね。もうさ、熱持ってるもん、触ったら熱持ってる。今何個だっけ？ 7,8 で、ちょっとこの、もっと際どいところにも、こっちにも13、14。物騒だね、私の足。大丈夫？真っ赤だよ、いろんなとこ。お尻のもう完全に、パンツのところにももうプチーって刺されて。で、あとラス1、どこにあるかっつったら、おでこ。おでこも刺されたの。ひどくない？もう不眠症、不眠症、蚊のせいで不眠症。最初は2、3箇所刺されて、痒いなって思って一旦起きたんですけど、で、ちょっとなんか蚊に刺されのやつさ、塗ってさ、それで寝たんだけど、また、って聞こえてきて、次の瞬間にはもう刺されてて、なんか蚊よけって思ってシトロネルっていうなんかレモンっぽい柑橘系の香り、蚊が嫌いな香りのディフューザーをね、家で使ってたんだけど、それでも全然ダメね。で、うわーって思って、もう仕方ないと思って虫よけ、蚊よけのね、クリームをこう体全体に塗ったんですよ。塗って、はい、寝ました。でもまた、あれ、なんかまた痒いぞ、ここみたいな。痒くなってるけど、え、ここも刺されたのかな、それとも今ちょっと汚っな、足汚っ。こんな、こういうのちょっとシャメ取っとこう。もうクリーム塗ってもダメ、ディフューザーもダメっつって、もうなんかプンって聞こえてきたから、ちょっと髪を、近くにあった髪を丸めてこう顔探してたんだけど、もう蚊が全然見えないの。もうこう構えた瞬間蚊が消えるのね。うん、だから蚊を仕留めることもできず。でも去年の夏に買ってあった蚊取り線香があったから、とりあえず蚊取り線香をこうセッティングして、マッチもうちにあったからピーってやってマッチをちょっと着火したんだけど、その後は刺されてないけど、今度はなんか蚊取り線香のなんか煙、その匂いでなんかもう寝苦しくなっちゃって、なんかくっせーの、なんかばあちゃんち、じいちゃんばあちゃんちの匂いってほんと線香なんだなって思いながら、うちの部屋に蚊は何匹いるのって思って調べたんですよ。ググったら、もうほんとインターネット嘘っぱちしか言わんの。蚊は1回しか刺しませんみたいな、基本的には1回だけしか血を吸いませんって言うんですけど、私だとしたらこう20箇所私刺されてるわけだから、蚊20匹うちの部屋にいることになるやんみたいな。なんか蚊は妊娠してる女だけが血を吸いに来るらしいんですけど、その女どもはちょっとこううまく吸えないと、ちょっと他のところにこう移ってこう吸うらしくて、まあじゃあ1回目はトライアル、じゃあ2回トライアルやったとしましょう。やつらがにしても10匹ですよ。蚊10匹全員が一発で、え、てかそんなに血吸うの下手？あの女どもが下手なおかげで、わしがこんなにかわいそうな思いをしてるんですわ。かわいそうな足。私大型なんでね、大型の人って赤血球がね、なんか鼻の蜜に近いね、甘い物質でね、コーティングされてるみたいで、赤血球、赤血球だったかな？うん。まあ、とにかく血がね、甘い香りがする？美味しいんですって。大型の宿敵ですよ、本当に。蚊。かゆい。フランスにもあんねんで、こうやって蚊取り線。あれ？取れない。壊れそう。バラバラにできない、この。これ2個重、え？これ2個重なってるよね？重なってるよ。できた。で、ここに刺すの。もうなんか1個刺した、使った後だから、ここ来るけど、ここに。刺すんですよ。
蚊取り線香って人生で使ったことなかったからさ。よし、ほんならこのマッチでこれをピッて、あー、うおー、ついた。マッチで火つけんのも今回で初めてよ。でもいいかな、このマッチさ、短いんだよ、短いんだよ。もういいかな。怖い。いいでしょう、これ火ついたでしょう。これでプーンって煙が立ってるから、これをどこに置こうかな。昨日はこの窓際に置いてたの。見て、あの蚊取り線香の燃えかすたち。これで今日は蚊に刺されませんように。おやすみなさい。